はい、こんにちは。カンピオうネのたつみです。50m を速く泳ぐためのスピード養成コーチの辰巳です。えっ、ー、と、今日は、えーと、スピードの出る、ね、スピードの出る、えーと、背泳ぎキックね、背泳ぎキックを身につける回と、で、それを鍛える回っていうのをね、ちょっとやっていきます。ね、で、えっ、ー、と、まず、あの、最初の、まあ、10分ぐらいでね、あの背泳ぎキックあのを、えっ、ー、と、まあ、ちょっと身につけて、あとの5分で、 ちょっとあのみんなでね、足動かして、で、えっ、ー、と、鍛えていくというね、そういう回にしていきたいと思いますので、よろしくお願いしますす、ね。で、まず、えっ、ー、と、まあ、僕、背泳ぎキックね、まあ、背泳ぎ自体は、まあ、正直、4A 法の中で一番苦手なんですけども、まあ、背泳ぎキックが、あの、だけやったら、まあね、結構ね、あの、いい感じにね。 行くと思いいいけてる方やと、ね、思いますので大体 50m で、まあ、僕が大体30秒5ぐらいやと思います。もうこれが29秒じゃないってとこがね、またみそなんですけども、まあ、30秒5であれば、まあ、40歳区分であればそこそこね、いけてる方やとは思うので、まあ、まあ、それぐらいのレベルですけど、まあ、あのしっかりと、まあ、ちょっとね、レクチャーね、していきます。でまず、えー、と普通の あ、今日はもうちょっと足ね、あの見ながらみんなでや,あのやっていきたいんで、えー、とまあ、ね、ほんまは寝、ね、転んで、バタ足とかね、やっていきたいんですけども、まあ,あ,のあ、自分でも足見ながら、ちょっと腹筋、腹筋も鍛えるというようなね、意味合いで、足見ながら、ちょっとね、手を後ろについて、でバタ足みたいなトレーニングを、まあ、やっていきますね、だからあのこれ見てくれてる人も、まあ、できたら地べた、椅子座ってもいいです。ね 地べたね座ってもらって携帯やったら携帯立ててねあの一緒にねやっていってくださいねでまずあの普通のあの背泳ぎキックですよね背泳ぎキックのまあ僕がやってるちょっとポイントなんですけどもでまずえっ、ー、と最初に内に絞ります内側にね内側に絞っていきますねだからちょっとグッとこうこの太ももね太ももをピタッとちょっとくっつけるような感じで 揃えていきます。でそうするとあの自然に膝がが、ね、内側向いてあのこれ何もせえへんかったらこう膝折れキックっていうてねあの水の上にポコ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 ね膝が浮くというねちょっとぶっ細くなあのキックになってしまうのでこれを防ぐためにまずぐっとこうねちょっと内に締めていきますほんで内に締めてあげるとここがピューッとこうね細く僕の体はめっちゃでブいけども、ね、ここはピューッとこう細くなりますので。 それで水の抵抗をねあの減らしてあげるという意味合いでやっていってますねこの状態でねこの状態でちょうど足ありますよね足の甲ね足の甲とすねのところでぐっとこうね水を引っ掛けて後ろの人にポーンとこうね水をかけていくというような感じでねちょっと角度変えますねこうね内に絞ってあげて後ろの人に水をかけていってあげるというのね こういう,ような感じで蹴っていってますね蹴り方ね、はい、こういう蹴り方ねこれをスムーズゆっくりやるとポン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 ,ポン,ポ,ン,ポ,ンポンね、はい、こういう,ような感じで蹴ってますいきますかね10回だけやりましょうかね10回ねはい、いきますよ4はい1234後ろの人にね水かけるこうね61 8 9 10ね、こういう,うな感じでね、蹴っていきますねで、これ、ゆっくりすぎるんで、水の中でこう上向いて、こう、カーンカーンってやっても、これはね、全然進まへんので、でこれを、この蹴り方で、小さく早く、ね、小さく早くね、足の甲で、足の甲に水を引っ掛けて、後ろの人にパスしていくのを、小さく早く、蹴っていく。 はい、もう一回いきますよ、内,、ね、内股にクッとしてでこの状態で向こう向こうに水を蹴っていくんですけどそれを小さく早くね動かしていきます、はい、これいきますはい一回ちょっとやっていきましょうか10秒間ぐらい小さく早く動かすねちょっと練習ねちょっとやっていきます。きますか はい、行きます。よーい、はい、で慣れてきたらね足先も力抜いてもらったらスムーズに動いてきますのではい OK いけました大丈夫ですはい。ちょっと難しいですかね大丈夫ですかあともう1回だけ行きますねもう1回ね10秒かよーいはい はい、OK。この感じで、ね、やっていきます。んで、これは、あの、基礎なんで、レベル1です、まだね。はい。これは、まあ、あの、いけてると思いますので、えっ、ー、と、まあ、これがね、これも苦手やっていう人は、まずこれを、しっかりと、やっていってください。ね。はい。ほんな次、レベル2ね。で、このキックで、あの、鍛えていったらいいんですけども、あのー、これだけやったら、背泳ぎ、ね、実際に、 手を回したときにあの、全然ねあの、役に立てへんので、ねね、だからこのキックだけ一生懸命頑張っても、背泳ぎ自体はそこまで速くならないので、えー、と今からやるレベル2のね練習を、レベル2、レベル3の練習をねやっていきます。ね、で、実際の今の,あの背泳ぎのねキックはこのキックでいいんですけども、実際に背泳ぎを泳ぐときは、 ちょっとね左右にちょっとぶれますよね、こういうような感じにね、こういう感じね、はい、でね、この時に今のキックでできなかったら、これはもう進まないので,、ねで、一番多いのが、僕がそ、ね、あの成人コースのねおばちゃんとか教えてる時にに、ね、ちょうどグッとね、この普通のキックの時はいいんですけどね、ね いきなり、はいあのー、バックのキックになったときに、こう足がここね、膝と膝が離れて、こんな感じでね、あの蹴飛ばして、全然蹴ってるつもりが蹴ってなくてね、あのちょうど、あのー、工事現場のね、おっちゃんみたいな足の形、ガニ股のね、足の形になってしまってる人が、あのー、なたまにいてますのでね、ねこのようになると、せっかく一生懸命蹴っても意味がないので、今からレベル2で、 あの今のね、このまっすぐしたキックの、キックで、横にぶれても、きれいにキックが入るように練習していきますね。で、最初、あのー、ちょっとね、左側に傾きましょうか、左側にちょっとね、体ね、骨盤を左側にぐっとね、固めてくださいね。で、この状態で、キックっていきます。いきますか、こういう感じね、この状態でキックね。はい 入れていきます。ちょっと見溝ってくださいね。これが普通のキックね。はい、これをこっちにちょっとね。体を左側に寄せてキックっていきます。こうね。はい、はい,い、行きます。あはい、はご,ごめん、ごめん。戻ってね。<laughs> 見戻ってね。用意はい。このこの状態でね。同じようにまっすぐの時と同じように蹴飛ばせれるように。やっていきますね。はい。 そしたら10秒間ね頑張っていきます10秒間ねはいはいきますよーい、はい、そうそうそう,そう膝と膝があまり離れへんようにねはい OK 大丈夫ですかはいはい、まあ、あと1セットいきますねあと1セットはいこっちはねこうね はい、いきますよはいはい、OK、はい今度は反対側ね反対側ね逆側ね逆側ね,逆側ね向けていきます一緒でしょうこ,なこないなとアウトね足が膝が開いてこうならんようにねこうなってしまうとキックが入れへんので必ず このキックの状態でそのまま横に傾いても打てるようにねはいはい今傾きますねよーいはいいける頑張ってやはい OK ー。あー結構しんどいねこれ <laughs> いけますかはいはいあと1セットね いきますはいこっち傾いてねよーいはいはい OK はいこれがレベル2ですでこれがうまいことできへん人はこれをしっかりとあのい家でねあの終わってからでもいいしあの明日でもいいしね あのちょっと練習ねしとってくださいで次レベル3ねレベル3は実際にのバックのこのテンポに合わせて骨盤をこう回転させるね1234567ねこの練習をやっていきますねでただこれね水の陸の上ではちょっと難しいかも分からへんので 最初、傾けて、傾けてって、足を動かさずに、傾けて、傾けてっていう練習をやっていきますね。こういう感じで、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10でこの時に、あんまり頭がこうならんようにね。 そこだけね気をつけながらやっていきます足は打たなくて大丈夫です10回いきますねはいーい。はい12345678910はい OK 結構しんどい大丈夫はいはい あと一セットね。あと一セット頑張ります。はい。はい <coughs> いきますね。よ、い、はい、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。はい、オッケー。はい。行きました。はい。な次。 ねあのー、最後今ので今の回転であの同じように蹴飛ばしていきますでこれでね足つけた時にね、あのー、変に足が開いたりとかねしないように気をつけてくださいね10秒間ねいきますねはいはいきますよはい1 2 3 45678910はい OK いけますか大丈夫はいはいあと1セットいきますはい今こっちからいきますね,ね全然どっちからいくとか言うてへんかったからね <laughs> こっちからいきますね こっちからね。はい。いきますよ。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、オッケーはい。そしたら、今からね、今もトレーニングしたんでね、えっ、ー、と、5十。一応ね、その、企画的に50メートルを、 早く泳ぐための陸上トレーニングという形でね、ちょっと歌ってるんで、一応30秒、ダッシュしていきます、今から。30秒ダッシュ。ほんで、あのどうしてもあのダッシュとかしんどいという人は、普通のペースで OK です。ね、で、種目は、今の、えっ、ー、と、振れる人は振ってください、こうね、振っていってください、ね。はい。ほんで、えーと、これ、まだ難しいという人は、普通のバタ足で。 オッケーです、ね、私でオッケーです、ね、でえっ、ー、ともうしんどいわいう人は見といてくださいねお水も飲んでもらってもオッケーですねちょっと待ってねちょっと時計そこあるんではい <coughs>、はい、ほないきます30秒ダッシュねで今日は猫、まあ、転んでやったらいいんですけど今日はとりあえずねあのあの自分の足を見ていけてるかどうかっていうのをね それも確認してもらうためにあの、自分の足を見ながらね、やっていってくださいね。はい。よいしょ。頑張るでいい。<laughs> はい、15秒前。結構しんどいね、これね。よ。30秒ね。はい、5秒前。よーい。はい。 20秒,20秒でここからねスピードピューッと上げていけるようにねはいオッケーはいケー、OK、ですあとごめん1セットだけいきますあと1セットだけねはいほんでえっ、ー、と 最後、ラスト10秒ぐらいであのキック入れていくんですけどキック入れてるつもりが力だけ入って痙攣してるっていう人いてますいてますかでもしそういう人はあの一生懸命残念ながらね一生懸命後半キック入れてるつもりがただ力入ってるだけでスピードに乗ってへんっていう可能性があるからこの陸上トレーニングでしっかりと。 打てるようにね、しっかり捉えて、捉えて打ちながらピッチがボン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 って上がっていけるようにトレーニング積んでいったら50バックの後半伸びてくるんでね、しっかりね、その辺意識して鍛えてくださいね。はい、あと1セット。30秒後にいきます。これで今日終わりね。はい。頑張ってね。 しんどい人はもう無理せんどいでねはい行くぞ頑張れちょっと角度変えましょうかよいしょ見えるかなごめん狭い <laughs> ごめんはい5秒前ーい、はい はい10秒はい20秒はいこっから自分の足見ながらねきっちり動いてるかどうかはいラスト2秒はい OK お疲れ様ですイエーイ <laughs> はい OK です はい。こんな形でね、今日ちょっとリクトレね、やりましたんで、で、またこれ、あの、YouTube に、残しておきますので、あの、気付いた時に、家で、あの、これね、やってみてください。ね。んで、で、これね、あの、ざっくりね、今日やったんですけども、でもし、あの、もうちょっとね、あの、しっかりと、詳しくね、やっていきたいという人は、あの、僕、DVD、リクトレの DVD の、背泳ぎキックってやつね、 あのそれを、あのー、もう作って、ね、あの、昔から販売してますので、そちらの方、よかったらね、やってみてください。<laughs> ね。はい。今日はね、どうもありがとうございます。お疲れ様です。で、えー、っとねで、また、今日の動画、<laughs> 僕は一気で出るけどね、<laughs> あの、今日の動画ね、また役だったよっていう人は、またね、あの、高評価ボタンとか、ね、えー、っと、登録かな。はい。 あのよろしくね、お願いします。ほんで、また、あの、知り合いでバック、ね、あのー、専門の人とかおったら、またこの動画ね、まあ、あのー、教えてあげてもらったりとか、で、あの、Facebook とかね、Twitter とかね、そんなんでも、あのー、何気にね、拡散してもらったら、あの、僕的には嬉しいんで、ね、またね、あのー、よろしくね、お願いします。はい、そしたら、えーっとね、これで終わります。 はい、ではではバイバーイ。